ベルナー・シュレイヤは、ドイツ空軍の軍人。第二次世界大戦で114機を撃墜したエースパイロットであり、地中海戦域では、ハンスヨアヒムマルセイユに次ぐ撃墜数を記録した。その先行から、白洋、天津劇私鉄十字章を受章した。1918年2月12日、プロイセン王国ライン州、ミュールハイム、アンデアルールで、 フリードリヒヨハンシュレアと妻のマリアの間に生まれた。1924年から学校に通い、1937年にアビトゥアに合格した。4月から10月まで国家労働法師団で活動した後、ドイツ空軍に入隊した。11月3日、クバーケンブリュックの第24飛行補充隊の第4中隊で新兵訓練を開始した。 1938年4月1日、デュッセルドルフの第132戦闘航空団の飛行場産業中隊に転属した。7月1日、第234戦闘航空団第7飛行中隊に配属され、飛行訓練を始めた。8月13日、デュッセルドルフの航空基地中隊に配属された。10月1日、上等兵に昇進し、 1939年4月1日には、5町に昇進した。7月1日、第26戦闘航空団、第2飛行隊、第6飛行中隊に転属となり、初飛行を行った。9月1日から10月15日までヒルデスハイムの偵察飛行学校で、航空偵察に先進し、カンプとシャフシュテットの飛行学校で、飛行訓練を続けた。 12月1日に軍僧に昇進し、1940年5月16日、ブラウンシュバイクの第23飛行特殊部隊で飛行訓練を終えた。その後、ベルヌヘンの第1戦闘機パイロット学校で戦闘機パイロットの訓練を受けた。そこで、アラド AR68 と AR96、メッサーシミット BF108 と BF109、ビュッカー B131、 フォッケウルフ FW56、ハインケル HE45 と HE51 の操縦を学んだ。7月22日から8月17日まで、メルゼベルクに拠点を置く補充訓練部隊のメルゼベルク、予備戦闘飛行隊、第2飛行中隊で飛行訓練を終了した。8月20日、前線部隊の第27戦闘航空団、第 I 飛行隊、第2飛行中隊に転属した。 当時の JG27 は、マックス・イベル大佐の指揮下にあり、フランスのプリウムトに拠点を置いていた。JG27 は、フーゴ・シュペルレ元水指揮下の、第3航空艦隊第3、戦闘航空兵指導官に従属し、バトル・オブ・ブリテンで戦った。8月28日、JG27 は、コタン・タン半島周辺から、カレーの南西約6キロメートルのププラングの、 飛行場に移転し、第二戦闘航空兵指導官の指揮下に置かれた。シュレーアは、イギリス海峡と南イングランドの上空で、初めての飛行任務にあたり、3機を撃墜したが、確認されなかった。9月30日、第愛飛行隊は、前線から撤退した。10月1日、ハンブルク西部のシュターデーへの移転が始まった。そこで、第愛飛行隊は、 第一戦闘航空団本部招待の指揮下に置かれた。その後3週間、大愛飛行隊は、ドイツ北海の海岸上空の戦闘空中招待を、務め、バトルオブ、ブリテンの戦死者、行方不明者14人、負傷兵4人、捕虜7人の損害を補充した。また、航空機の損害を補給し、装備を整備、修理しなければならなかった。10月21日、 第愛飛行隊は再びフランス行きを命じられ、ジャッフェさんの指揮下のブルターニ北東部のディナンに拠点を置いた。12月3日、第愛飛行隊は今度はベルリンの戦闘機の護衛任務のためデーベリッツに再び移転した。デーベリッツに到着した後、大半の人民は休暇に入った。1941年2月末から3月初めの間に、第愛飛行隊は ミュンヘンのリームに移り、4週間滞在した。2月24日、第1飛行中隊と第2飛行中隊のパイロットはマルタへの任務を遂行するシチリアに一時的に派遣され、ドイツアフリカ軍団をトリポリへ送るドイツ海軍の警護艦を護衛した。この期間中、第2飛行中隊は小溝を拠点としていた。3月1日に少尉に昇進し、第1飛行中隊に転属した。 3月7日から10日までパイロットはミュンヘンのリームに戻った。4月4日、第 I 飛行隊はギリシャの戦いのマリータ作戦の準備のためにグラーツに移転した。4月11日、第 I 飛行隊はこの作戦で急降下爆撃機ユンカース187の護衛任務を行った。4月12日、部隊はアフリカに移る前にザグレブに配備された。 4月15日、第1飛行中隊と第2飛行中隊は、北アフリカからトリポリへの移転を開始した。トリポリからトブルク西のアインエルガザラに命じられ、4月18日から4月24日の間に到着した。4月19日、イギリス空軍第274飛行中隊のホーカーハリケーンを飛ぶク付近で撃墜し、初戦火を記録した。その日、 第愛飛行隊は、アフリカで初めて4機を撃墜した。この戦闘でシュレーヤの BF-109E-7 は、撃墜され、アインエルガザラに不時着した。この戦考により二級鉄十字章を受章した。4月21日、第愛飛行隊は、飛ぶク,ク上空で、ハリケーンと戦闘を行い、アルバート・エスペンラオブ上級軍装が、ハンス・シッペル5条を撃墜した。 この戦闘でシュレイアの BF-109E-7 も損害を受けた。シュレイアーは IL アガザラに戻り強行着陸を行い継承を負った。北アフリカでシュレイアが登場したものと同型の BF-109。6月25日、南アフリカ空軍第2飛行隊のハリケーンを撃墜し、総撃追数2期目を記録した。7月19日、 第 I 飛行隊の3小隊が、シディバラーに来たの戦闘空中紹介で、ハリケーンと P-40 トマホークの混在飛行に、遭遇した。南アフリカ空軍、第2飛行隊から P-40 が増強された第73飛行中隊の12機のハリケーンは、飛ぶ区域の連合軍輸送の護衛を行った。18時17分、シュレイアは、P、P-40 を撃墜し、 総撃追数4期目を撃墜した。8月21日、バルディア付近のモナスティルへの爆撃任務で、南アフリカ空軍第24飛行隊からマーチンメリーランドの護衛任務中の第229飛行隊のハリケーンを撃墜し、総撃追数5期目を記録した。1941年8月29日、シュレーアはシディバラーニ北西にある、 第250飛行隊のオーストラリアのエースパイロット、クリブ・コールドウェルと交戦した。シュレーヤは、コールドウェルの P-40 トマホークにダメージを与え、コールドウェルは背中、左肩、足に重装を受けた。しかしコールドウェルに容器を撃墜され、自身のの BF-109 にも大きなダメージを受けたため、離脱を余儀なくされた。9月、 東部戦線から第2飛行隊の到着によって JG-27 第1飛行中隊は急速と改良された BF-109F の再装備のためにパイロットをドイツに戻すことができた。しかし、クルセーダー作戦によって数軸国軍の切れないかからの撤退を防ぐことができなかった。1942年2月、エルヴィン・ロンメルは切れないか地方を奪還する反撃を開始した。 3月1日、シュレイアは、経験豊かなエドゥアルト・ノイマンの下で、JG27、第愛飛行隊の副官になり、デルナ東部のマルトゥバに戻った。トベルク陥落の翌日の6月22日、カザラに拠点を置く、JG27、第8飛行中隊の中隊長に昇進した。マルセイユの撃墜数が101機に到達して間もない6月23日、シュレイアは、 総撃追数12機目を記録した。ガザラの戦いが本格化する中、ロンベルがエル・アラメインに向けて5 0 0トル進軍すると、航空戦はついに撃破した。7月に16機9月に13機を撃墜し、総撃追数が44機に達した。33機目を撃墜した日の翌日、ドイツ10時、賞金賞が贈られた。9月15日、 JG27 で撃墜した26機には、シュレイヤーアの6機も含まれていた。しかし実際は、その日の航空戦闘では5機の連合軍航空機しか、撃墜されていなかった。9月30日、シュレイヤーアは、シュトゥーカの護衛任務で中隊を指揮し、部隊の引き上げをカバーして、JG27 を支援するために展開されていた第53、戦闘航空団第3飛行隊による、 外側の護衛を解除しようとしていた。ハンスヨアヒムマルセイユの第3飛行中隊は RA 海戦闘機を見つけたが敵は退却して戦闘は起こらなかった。マルセイユはシュレイヤを敵機に向けて誘導した。マルセイユはシュレイヤがスピットファイア1機を撃墜したのを10時30分に無線で聞いた。両隊はその後1時間にわたって 空中紹介を行った。11時30分にマルセイユはエンジンが煙を出していることを無線で知らせ、ドイツ軍の戦線に戻った。マルセイユはベールアウトしたが、垂直尾翼に左胸を強打し、パラシュートが開くことなく、地上に落下した。シュレーヤは、マルセイユの BF-109 が落ちる前に、第3飛行中隊の近くに到着したが、パラシュートは見えなかった。 シュレイアは、後に、マルセイユの死を知った。シュレイアは10月に、工場的に撃墜を続け、さらに15機を撃墜した。バーナード・モント・ゴメリーが、エル・アラメインの戦いを開始する直前の10月21日、49機を撃墜した先行により、騎士鉄十字章を授与された。激しい航空戦で、シュレイアは1週間20機を撃墜した。11月4日、 サルームの西で4機の爆撃機 B-24 を初めて撃墜した。しかし、北アフリカ戦線の終わりは近くドイツアフリカ軍団は完全退却し JG-27 第3飛行隊は航空機を大陸に戻る第77戦闘航空団に引き渡し、クレタ島と英ゲ海の島々に撤退した。11月16日、 シュレイアは第3飛行隊の最短撃墜者にふさわしく、最後のアフリカでの撃墜を記録した。北アフリカで撃墜した61機は、マルセイユに次いで、北アフリカ戦線で2番目に高い撃墜数となった。数ヶ月のうちに、ロドス島に移転したイタリア軍と共に、エーゲ海に移っていた。2月15日、新たに大イに昇進し、軽爆撃機2機を撃墜した。その後、 結婚式のために自宅で休暇を延長した。JG27、第2飛行隊のエンブレム1943年4月22日、多くの指揮命令が変更され、主令屋に影響を与えた。戦闘航空団司令エドアルトノイマンは、戦闘機体総監アドルフ・ガーランドの参謀に任命され、戦闘航空団司令の空席は JG27、 第2飛行隊の飛行隊長、グスタフ・レーデルによって埋められた。JG27 第2飛行隊はその時、連合国が大規模な予備爆撃による進行を準備していたため、シチリア島に新しい b f 1 0 9 g を採用していた。島の西端にあるトラパニに拠点を置き、完全な連合軍の優位に立ち向かい、チュニスに封鎖されたドイツアフリカ軍団の方囲の外に、 残りの負傷兵や専門家を乗せた輸送機を護衛する絶望的な任務を遂行した。シュレーアが指揮を取る直前の4月18日の夕方、チュニスを離れる65人のうち6人だけはシチリア島に移送した。海上を飛行中、半分が撃墜され、残りの半分が損傷した。JG27 第2飛行隊は敵戦闘機を1機だけ撃墜した。 しかしシュレイヤの活躍により、2ヶ月間に4発1爆撃機12機を含む22機の連合軍航空機を撃墜した。ドイツアフリカ軍団の5月の降伏は、わずか数ヶ月前のスターリングラードの第6軍の降伏と同規模だった。シチリア島へ連合軍が進行し、7月10日にハスキー作戦は始まった。戦局に大きな影響を与えることができない。 JG27 第2飛行隊はすでにイタリア本土に帰還していた。7月28日、部隊は航空機を他のユニットに引き渡すよう命じられ、パイロットと乗組員は絶望していた休暇と再装備のためにドイツに戻った。残りの航空機はホッチャで第3戦闘航空団 JG53、JG77 に引き渡された。パイロットはウィーンから アスパンまで列車に乗った。8月2日、シュレーアは85機を撃墜した選考により、白羊付き死鉄十字章を送られた。この贈呈は、東プロイセンのラステンブルクの東約8キロメートルの森林の中にある相当大本営のボルフシャンツェで、アドルフ・ヒトラーによって行われた。その日、エグモントツール・リッペ・バイセンフェルト対マンフレート・モイラー対。 ハインリヒエールラー大尉、ヨアヒム・キルシュナー中尉、テオドール・バイセンベルガー中尉のドイツ空軍軍人5人が、ヒトラーから白洋付け士鉄十字勲章を贈られ、ヘルム・トレント少佐は、白洋、剣付け士鉄十字勲章を受章した。1943年8月、JG27 第2飛行隊は、ドイツのビースバーデン・エルベンハイムで、全く違う空戦の訓練を開始した。 高高度での本土防衛任務は4発重爆撃機の密集体系を組んだ。8月から3月にかけて、シュレーヤーは14機の航空機を撃墜した。9月6日、最初の作戦飛行は最も成功し、シュレーヤーが撃墜した3機を含む9機の爆撃機を撃墜した。1944年1月7日、第338飛行中隊第55。 戦闘機航空団のジョセフ P ・マルシグリアが操縦する P-38 ライトニングを撃墜した。マルシグリアはベールアウトしなければならずザールブリュッケン都市連合のホルツ近くで捕らえられた。これがシュレーアの92機目の撃墜だった。3月14日、ルーネベルクの北部に拠点を置く第54戦闘航空団第3飛行隊の飛行隊長に任命された。部隊は四月に ホッケウルフ FW190 の再訓練を受け移転した。5月24日、P-51 マスタングと P-47 サンダーボルト2機を撃墜し、100機目に到達した。シュレーヤはドイツ空軍のパイロットで73番目に、総撃墜数100機を記録した。しかし戦況は悪化し、6月初めに1ヶ月間の、 休暇を取った途端に連合軍の注意がノルマンディーに向かい、部隊はフランスで非常に大きな損失を被った。現在に復帰し、11月5日から1945年2月5日まで、現在のポーランド西部のホイナであるノイマルクのケイニヒスベルクの戦闘機体操官の指揮官訓練学校の教官だった。2月中旬、ジェット戦闘機訓練部隊に転属した。 オスカー・ハイン・リヒベール中佐に代わり JG3 の戦闘航空団司令の指揮を取った。2月14日、正式に JG3 の戦闘航空団司令に任命された。JG3 はドイツ東部に配備され、最初は第6航空艦隊に従属し、その後北東空軍司令部の下に置かれ、オーデル内戦の戦いでオーデル側下流上空で戦った。そこで、 12機のソビエト航空機を撃墜した。4月19日、白洋、建築地鉄十字章を受章した。航空団本部招待は、バルト海沿岸のシュレースビヒホルシュタイン州に撤退した。5月5日、そこでイギリス軍に降伏し、捕虜になった。1946年2月7日に解放されるまで、イギリスで抗禁された。初めは、フランクフルトで、 タクシーの運転手として働き家計を助け、大学に通って経営学習士を取得した。それから11年間、家族と共にイタリアのローマで仕事をしながら暮らした。1968年、生の綴りをシュローアからシュローアに変えた。退職に先立ち、オットブルーンのメッサーシミットベルコーブロームで中央プロトコル部門の責任者を務めた。 1985年2月10日、66歳で亡くなり2月15日、戦闘機パイロット協会のメンバーだったシュレアは、オットブルンの公園墓地で、軍装の礼をもって埋葬された。ありがとうございます。